崎守り切るか。長谷川が飛び込んでくる。いやどうだ、ヘディング、長谷川流し込んだ。2点目が決まった。川崎フロンターレ6試合ぶりのゴールを決めました、長谷川達也。これ起点はね、キーパーのチョン・ソンリョン選手のキックからですからね、岩田を突き放しました。リーグ戦今シーズン初の連勝を近づけたカミンスキーもこの表情。一瞬でしたよね、そこ狙ってましたよこれ。いやここも大井選手も出てこいというようなジェスチャーってコミュニケーションのところだと思うんですが、少しズレがありましたけどね。石田選手がね、菅選手にうまくね前入られてしまったんですよね。